パリオリンピック、五輪、で競歩の混合団体に出場する柳井彩音、20イコール立命大、が、個人種目の女子20キロ競歩の出場を辞退した後、自身の SNS に誹謗、誹謗、中傷の投稿を相次いで受けたことを明かした。柳井選手は自身の X で、たくさんの方からの厳しい声に傷ついた。試合前は余計神経質になり、繊細な心になる。 批判は選手を傷つける。このようなことが少しでも減ってほしいと願っています。と訴えた。立命館第3年で20歳の柳井は五輪初出場。女子20キロ競歩とリレー形式の混合団体の2種目にエントリーしていたが、日本陸連が29日、好成績が見込める混合団体に専念するため、 一日に行われる女子2 0キロ競歩の出場を辞退すると発表していた。これに対し、屋内の SNS には、身勝手だ、などのメッセージが相次いでいる。東京五輪でも選手などへの誹謗、誹謗、中傷が問題となった。メンタルヘルスを重要して、今大会は選手村に精神面をケアするブースを設置するなど、保護に力を入れている。 屋内は陸上日本選手団の中で最年少。競歩の混合団体は今大会からの新種目でメダル獲得の可能性がある。SNS は、中傷した人たちはこれで満足ですかなんで頑張ってる人、攻撃するかね、かわいそうに、と同選手を擁護する声も寄せられている。